高校って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。高価なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。私を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ。せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。